マークが痛くへこんでいると思う。恥ずかしい仕事なんですかっていう、誇りなんですけどみたいな。そうだからそれですよ、ピンクの特撮。いやそこちなみにだけど、俺今日スタッフさんからすごいものを預かってて。すごいもの見てもらうことってできる？何すか、ちょっともうめげていい？いいっすよ。うわこれ、うわマジか。ピンクの特撮のデザインが。めっちゃかっこよくない？めっちゃかっこいいっすね。高橋さんが手書きの良さっていうのをしきりにおっしゃってたことが分かるぐらいすごくセンス。これを見たらでも燃え上がるっしょ。こんなピンクの新しいヒーローを作ってくれたプランナーが来ました。いや俺動画何本かこう見せてもらってて、ピンクの特撮の関連のね、はい、でこんな進んでるって知らなかったから。これが造形物になるわけでしょ。なんか俺すごい気になったのが、胸に何か入るようになってる。なんかガシャコンとなんか入るデザインになってる。はい、これがもしかしたらあれなのかもしれないっていう、まあ、きっとあれなんだろうっていう感じですけれども、顔もなんか透けたガラスになってるというか、全く新しいヒーローができたなっていう、これを見た瞬間に思いましたね。なんかこうあれですわ、こうして高橋さんが今までにない全く新しいものをやるぞっていう気持ちを込められた、やっぱデザインを描いていただいて、松田さんのこの昔の仮面ライダーのなんか撮影秘話とか聞いてる中で、昔の仮面ライダーと僕のやってた仮面ライダーって全然違うんですよ。この新しく生み出されたこのヒーローは全く違うものになりそうだなっていう予感がしたので。何とも似てないしね。そうですね、なんか進める気がしてきました。よかった、はい、それはよかった。いやー嬉しいなぁ。マー君がこう春巡してる間もこう高橋さんは止まらずに書いてくださってたってことだもんね。はい、そうですね。できる？ピンクやらせていただきます。うわ頑張ります。よかった。ちょっと皆さんの期待に添えられるようなあの特撮本当に必ず作るんで、あのいけそうな気がします。ちなみに松田さん、あのちょなんかいけるような気がしてきて、ちょっとまたさらに思ったんですけど、松田さんに出ていただくことって可能ですかね？お、え、出演者としてってこと？あ、もちろんです。俺は全然大丈夫やけど。いいっすか？え、どういう出方で？え、なんか最近 YouTube チャンネルやられてるじゃないですか。うん。なんか釣りのチャンネルやられてるじゃないですか。やってます。釣り人役とか。釣り人役。ニーズあんのそれ。いやいや分からないです。それは冗談ですけど、なんかちゃんとした役でなんかもしよかったら出ていただけないかなって。え、逆に出ていいの？なんかもう僕からしたらマー君がその一生懸命やってるもうすごい大事なものやから、なんかそこにこうお行くわ行くわみたいな感じがなんかちょっと申し訳ないなというか。いやいやいや。俳優としての先輩の浅田さんが出てもらえると僕も嬉しいし、もっともっと盛り上がっていけると思うし、猫の額ほどワイドで共演したって言っても会うことないぐらい、まあ、月曜日と木曜日ですからね、だったんで、ちょっと心のどこかで一緒にがっつりやりたいなって思ったのもあったんで。嬉
嬉しい。ぜひともちょっといいですよ。もうあのマー君が本当に出てほしいと思ってくれてるんであれば、はい、僕はどんな役でも出ます。何の役でもいいですよ。もう本当に近所のお兄ちゃんでも、いやいや釣り人でも、いやちょっと待って、これ僕釣り人って冗談で言ったけどちょっと待って申し訳ない、それはもう僕の YouTube 見てくれてました。最近のは結構見てて。マジっすか。俺この間のあのラブパトのラブパトウェイング紹介したやつあったでしょ。はい。俺あれもうマジで吹き出してんけど。え、なんでですか。いや俺ラブパト出てるからね。はい。マジっすか。なんやったらラブ逮捕されてるからね。やっべ、僕合ってました。合ってた、大体合ってた。合ってました。序盤のあの仮面ライダーどうのこうのは違うね、もちろん。なんだかすいませんでした。いやいや最高に楽しませていただきました。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。